高めのボール球打っていきますが、あとちょっとショートへのフライになりました。今のはなんか角度が変わりました。天井に当たったかなんかでしょうか。ちょっとボールは見失っていましたが、そうでしょうね、はい、珍しい打球になりました。最後はショートフライで、これ秋山監督が出てくるのはフェアグラウンドで、の上で屋根に当たればインプレーですが、そうですね、あのどの位置に当たったのかというところで、多分あのフェアグラウンドで言いますが、グラウンド部分の上で当たればというところなんですが、そうでしょう、今のがですね、うん、スタンドの上ではないか、あればファールなんですけどもね、はい、グラウンド上での屋根のところに当たったという判断を審判団がしています。はい、9回の表ホークスは0点、3対3の同点で9回の裏を迎えます。まだ秋山監督の抗議は続いています。江川が思いっきり打っていきました。で、あ、天井に当たったわけですね。でいきなり角度が変わってきました。結局サードをヘルマンが追いかけていましたが、ショートの中島がフェアグラウンドでボールを取りました。西武ドームの特別ルールですけれども、打球がフェア地域ファール地域の区別はなく、プレイングフィールド上の天井に当たった場合はボールインプレー、地上に落ちる前に野手が捕球すれば打者アウトとなるという特別ルールがあります。ということですから、プレイングフィールド、つまり観客席とのフェンスがありますよね、はい、あそこよりもグラウンド側の上空の天井に当たれば、それはそのままインプレーであるということですよね。そういうことですね、はい、まあ、多分あのドーム球場はみんなそうだと思いますよ、うん、はい、はい、結構バラバラだったのはある程度統一しましたからね、ですので、まあ、秋山監督からすると一塁側から見ていましたから、はい、当たった位置がスタンドの部分の天井じゃないのかと、そういうことね、はい、見えたかもわからないですね、はい、それを抗議しに行きましたが、その抗議は認められませんでした。さあ9回の裏を迎えます。